Auto gleich da. Cool. おい、やばい。ちゃんこです。待ってね、こいつのだけうまいが信用できる。キーさん、キーさん、クッキーのキーさん。本校、本校やめとけ。やっぱ本校いかんばお前。なんでなんで、あまりにも本校に似た。忍者ずっと堤防って車で行かれた。いや、行かれ、行かれた。ずっと堤防があって、こっちも海だ。3コンの圧勝カメラ。伊勢海老の顔と思ったよね。今だけ少し浅くしたんです。これでもなんかこの食い方は強烈。お腹からいっとるよね。立ちかな。中央か立ちにしてもこれ相当できないよ。そうだね。ヒラメとかじゃない。あ、ヒラメか。これこれね、これね。なんか置物みたいな。すげえ。すげえこの食い方は。触っても大丈夫。大丈夫。
うん、あんまり、あんまり言ってない。うん、浅い。もう緩めたがよかろうか。あ、なんか来た。葉っぱ系が。出た？わからん。重い。重い。なんかないやな、なんか中おるよ、多分これ。わからん。ほら。ずっとあの止めずに巻いた方がいい。テンション張ったまんま。ほら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 。ビクビクはせ。ゆっくりゆっくり。いやなんかおるんじゃないほら。おお、発ゲット。やったまんまですか。だよ。すげえ流れだな。いい流れ。ほら第一号。ほら、みんな下手ね。なほらほら、なこれ。アオリイカゲット。やべえ。やべえ。いやー、来た。すげえすげえ。して触りきらんっていう。そのままゲット。いや、待って、これ食べてもらんって。うわ、かろうじて。これはうまかな。なんかね、わかった。ぐーってくんね。うん、ぐーぐーってくっけん。そーっとしたのはずーっと重い感じだった。これ一本一本かろうじて。そういうことよね。そう、ほらおいおい、下手くさ。なんか向こう向かってなんか向こう向かってちょっと、ほらもうすぐ取れた。かけっぱなしです。それが締めるわけ。そうそうそう。かわいそくにゃ。大丈夫。こう。うん。横は。横。おお、一発で聞いたわ。そういうこと。一発で聞いたね。意味がわからん。意味が。ほら、真っ白になったでしょ。締めたっていうことです。そうそうそう。いやー、これを漁師はせんわけだ。っていうか、ほら、網で取ったりとか。うん。時の感覚がまだ鈍い。なんこれ、なんか雑巾のだった。なんかついといよね。なんか。あ、待って、イカ自体が大体そげんだもん。大もか、10円ぐらいとだもん。俺がこの時間にお酒も飲ます。今、あ、こぼした。今すれば酔ったやつやった。待って、飲もうって言ったっけ。ほんまかよ、これ。そう、そう、お前のその手からっていうとか。ゲスとか食える。ゲスはいける、うん、これかじって、これかじって、これ横で食っていこうよね、うん、これかじって、これ兄サキスとかおらんね。兄キサス。うん。ワイルド。それ、それどこ。うわ、頭だ。ワイルド。あ、おいしい。これもごまま食っていい。これ、これだけ売ってやっけんね。へぇー。そばっかよ。ほんとほんと。これ、なんていうだったかな。あー。なんか、V で、なんとかの実って言ってから。へぇー。口でしょ、大丈夫ですね。これだけ。口の、黒カツだけ取れば、たまーあれって。そうです。いやいや、これほんとほんと。これ、あの、うちの親とか弁当にこれが入ってたらしいです。あー、天草だけど、ね、天草、天草ね。はい、しくえ。いや、もううまかったよ。もうちょっと美味しそうにして。いや、うまっ。香港が一番ワイルドだった。いや、耳が一番うまかったけど。いや、いや、お前待って、普通耳ってあれ1枚全部食う。うん、半分。いや、半分来た。あんま全部食わへんね。ね。うまかとか言いながら独り占めだろ。こいつもう一口と味とかもそのまま食うやつ。これ
って本当だっけ普通の一本二本の食い方でじゃんいや待て白いものはゼロカロリーすっげーすげーゼロカロリーで魚いやいやそれははいはいライターで行くわけかよなんて言ったか忘れたもんナンバーつったでそんでナンバーつったそんでナンバーつったって言っただけで何種類かあるから見てみようナンバーつった威張って言いやがってなんか、ま、回さるって感じだよ回したら面白くにはね に入ってもう閉まってる香港の一発目なんであのルアーに血だらけここまで笑うよね下手くそやろうがちょっと待てお前らお前落ち着けそばこれサバじゃなかろサバサバおいきなりサバルアーもうガッツリ食っとんねそれ空番それいきなり食っとんもう笑うねいやいたかねあんたねごめんねマジでいきなり食っとったは思いませんでした食っとるもんちゃんとちゃんと食っとったで普通つれ普通つれいよねマジで俺も笑ったつれよもう大体どういうこと下落ちてからすぐ躊躇すけんたいとかいすぐ食わんもんいきなり食いよるけんねマジで笑ったねよサバじゃん食うとるけどちゃんとるわもう一回り大きいというのにね、うん、だから魚のことは動けば刺すってよかったいや言いよるねすげえわ魚みたいな動きを刺すえっとはなんかちょっと自分でサババ狙いよくは悔しかったいや先生があの魚ごと動きますさせやんって言われた嫌いだマジで食うとは思わんだってねサバがガチャガチャ売るとは思ったなんか引っかかったかと思ったらちゃんと口にかかっとるけん割れたよねマジサバはほら何で食ってくっけんな、エギとかあげんほら、いやー、雑魚じゃなくて、まだ太かつばいかるって言うそうそうそう、太かつばいかなって思うもんねうんそうそうほんとら今まで何やお前なーすってやすぎやちょっとだいまあ、やっぱもうそんな子定年したら天草がええわお前絶対実家はあるしこれから動画どんどんアップしようと思うんで皆さんぜひよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ココミケTVでお願いします。